はい、松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、痛みを治すためのヒントだったり、アイデアを治療家のあなたにお届けできればと思います。で、今日はですね、これフロントアームラインといって、いわゆるこの前側にある腕の筋肉のラインがあります。小胸筋から始まって上腕二頭筋だったりとか、手の方に行って親指の方までついてる筋肉ですね。この筋肉硬くなってくると、例えば、親指をぐーっと入れた状態で思いっきり握りますよね。ぐーっと握ると勝手にこうなりますよね。そう、例えば、腕相撲とかでもこうぐーって腕入れろって言いますけど、あれは小胸筋だったりとか上二頭筋に力が入りやすくするために親指をぐっと入れるのがいいんですよね。そうなので、あれが入ってくると全身的にぐっと入る、ね、腕が回ってくるっていうラインです。逆にでもこのラインが硬くなりすぎたりとかしてくると、こういう風に前側に持っていかれてしまって肩こり、五十肩の原因になっちゃいますね。だからね、今の人っていうのはこういう風にこうしますよね。スマホでこうやったりとか、パソコンでこうやったりとかしますよね。なのでこのディープフロントアームラインがですね、すっごく硬くなってて猫背になってて、肩が痛い、五十肩になってるって方すごく多いので、このラインはですね、結構五十肩の方だったりとか、肩が痛い方、首の痛みがある方、手のしびれがある方はぜひね、こちらの治療をやっていただければと思います。はい、でですね、今から実際やっていくんですけど、私のチャンネルの中ではこういうね、テクニックだったりとか解剖学に基づいた治療方法を紹介していますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録ぜひお願いします。あとはね、私の教科書無料で今プレゼント中なので、概要欄の方に貼ってるので、ぜひそちらの方を見てください。 OK、 じゃあやっていきましょう。で、ディープフロントアームライン、さっき言いましたけども、この小胸筋っていって前側の筋肉ですね。皆さんもここの腕の根っこのところにポコッとへっこんでるとこありますよね。ここ触ってもらうと痛いってとこありますよね。ここが結構硬くなっちゃってて、引っ張って猫背の原因になってます。ここから始まって上腕二頭筋だったりとか、電話行ってこの親指のところまでついてます。で、このディープフロントラインの中でも特に緩めてほしいのがこの上腕二頭筋ですね。今皆さん年末年始でね、暇しながらこうやって見てると思うので、ぜひ見ながらやってください。いいですか？だいぶディスってありますけども、ね、こういう時しかやっぱしないからね、横のおじいちゃんとかおばあちゃんだったりとかね、あと兄弟家族がいたらぜひ一緒にやってみてください。で、ディープフロントラインがあります。で、まずその前にこの小胸筋の部分ぜひ見てください。硬さ、この根っこですね、肩の根っこになったら痛い痛い痛いってなったその部分ね、硬さがありますので、そこをしっかり触ってあげてください。で、やるべきなのはこの上腕二頭筋です。で、上腕二頭筋の部分をですね、これ曲げる筋肉です。肘を曲げる筋肉になってますので、この曲げる部分のここグッと握りますね。この筋腹っていって、この筋肉の幅があったとしたら、ちょっとごめんなさいね、下に下げます。筋肉がここにあったとしたら、この部分をグッと挟んであげます。で、やり方はめちゃくちゃ簡単。硬いところをこうやって触ってもらって、筋腹の横ね、触ってこの辺痛いね、触ります、触りますよね。で、そこをグッと硬いところがあったら押さえます。挟み込みます。挟んだ状態で曲げ伸ばしです。めちゃくちゃ簡単。 OK、 1 2、 曲げて、はい、曲げて伸ばす。相手に動かしてもらいます。特に伸ばす方をしっかりなってもらったらいいかなと思います。 OK、 はい、頑張って。痛いよね、痛いよね。なんかこれめちゃくちゃ痛いんですよ。で、結構ここが硬かったとかっていう人ってあんま自分で分かってないんですよね。で、皆さんもやったら分かります。めちゃくちゃ硬いです。肘を伸ばすっていうことが現代人あんまないって言われてますね。やっぱりスマホもそうだし、いろんなところで曲がってることが多いので、しっかり伸ばす、ぐっと伸ばす、OK、伸ばす、OK、はい、伸ばす、ぐっと伸ばす、伸ばし、ぐっと、OK、伸ばす、ぐっと、OK、最後、はい、大体10回から20回ぐらいね、やっていただけると、さっきよりも楽になってます。で、この付け根にある小胸筋の部分とかね、触ってあげたりとか、親指の部分とか、ね、触ってあげると、このディープフロントラインがしっかり、上腕二頭筋が柔らかくなってると、この母子球だったりとか小胸筋の部分緩んでくるかなと思います。非常に簡単ですね。本当に握って曲げ伸ばしするだけなので、ぜひですね、本当に横のおじいちゃんおばあちゃんだとか兄弟家族とかね、しっかり治療してあげるだけで自分でもできますので、で、正月明けた人たちってね、本当スマホだったりとかね、正月してたりとか、手伸ばすことってあんまないですよね。習慣的に手を伸ばすってことあんまないですので、本当にこの部分硬くなってて腰が痛い、肩が痛いっていう方非常に多いですので、ぜひこちらの方ね、治療ょう。患者さんにやってみてください。はい、ということで今日はね、これで終わりますけど、今日の話、よかったらぜひですね、皆さんいいですか、さっきも言いましたけど、チャンネル登録、見逃さないようにチャンネル登録してください。あとは、下の概要欄の方に無料の教科書を、私の教科書プレゼントしますので、そちらの方、ダウンロード無料でできますので、ぜひしてみてください。あとは、よかったらぜひ、いいねとコメントもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。